僕は小さい頃から父に男手一つで育ててもらいました。今度は自分が父を守る番だと思って、安いアパートに引っ越して父を引き取り、バイトをしながら面倒を見ていました。みのり、できたぞ。どうだ。いい感じじゃん。じゃあ次は、トゥル。むちゃやみだ。帰ろう。